1863年のオールドバルディオール、ドバルディは、アメリカ合衆国の南北戦争で活躍した軍馬。アメリカ合衆国陸軍少将,将、ジョージ・ミードの相馬として、ゲティスバーグの戦い等、南北戦争の重要な戦いに数々参加した。バルディは、西部で生まれ育ち、南北戦争の初めには、デビッド・ハンター将軍によって所有されていた。この頃の彼の名前は知られていない。 第一次ブルランの戦いでは、砲弾の破片により多くの負傷を負ったと言われている。1861年9月にはミードが政府から150ドルで購入し、白い顔にちなみ、バルディと名付けた。ミードは、バルディの乗りにくい少し変わったが、台風にもかかわらず、バルディを気に入り、1863年から1864年の春にかけて、すべての戦いで、 バルディに起動した。第二次ブルランの戦いでは、右の後ろ足を負傷し、さらにアンティータムの戦いでは、銃弾が首を貫通して危うく、命を落としかけている。また、ゲティスバーグの戦いでは、1863年7月2日に、ミードのズボンを通り抜けた弾が、バルディの今で到達した。この時バルディはよろめいて、全身を拒み、ミードの命令を全く聞き入れなかった。 今度こそダメかと思った。バルディが戦火の中を前進することを拒んだのは、これが初めてであったと、ミードは後に語っている。そして、バルディは、傷の治療のために休養に入った。1864年には、傷が回復したため軍部に戻り、オーバーランド作戦、ピータースバーグ包囲戦に参加した。グローブタバーンの戦いでバラボれを負傷したため、 ミードはバルディを退役させた。バルディはまず北方のフィラデルフィアへ送られた後、次に、ミードの幕僚として、補給を担当したサム・リングールと大佐の牧場に、預けられ、やがてミード家との信仰の深い知人が所有していた、メドーバンクファームに移され、そこで数年を過ごした。引退後も元気に生活したバルディは、ミードを乗せていくつかのパレードに参加した。 最後の仕事は1872年11月のミードの葬式であった。バルディはさらに10年間生き、30歳の時に立つことができないほど衰弱したため安楽死された。1882年12月16日であった。同年のクリスマスに、二人の合衆国陸軍の退役軍人がバルディの遺体を掘り出し、頭部を白製として保存した。現在、 バルディの頭部は飾り板に乗せられて、ガラスケースに収められ、オールドバルディ市民戦争協議会の管理のもと、南北戦争と地下鉄道博物館のミート将軍資料室に展示されている。ありがとうございます。